どうもこんにちは、スリカです。今日はいつも通りバタフライの動画ではありません。今日はスカーリングの謎についてお答えしていきます。コメントありがとうございます。ケンペウゲオトさん、はい、揚力が働くなら飛行機 の飛行機好きなので感覚としてはとても分かりやすいです。長文のうんちくになりますが少し納得できました。流体力学ってことは飛行機の翼の断面の形は上部が涙型、下部が直線です。流れてくる空気が翼の先頭で上下に分けられて、こうなんていうの、翼面の上を流れる空気の方が下よりも少し距離が長くなるので必然的に上の空気が速く流れて、過去半時計回りの束縛か、翼の末尾で上下の空気が合流する、過去時計回りの自由化、翼で起こる渦と翼の後ろで起こる真反対の2つの渦に大きな誤差が生じるので、誤差を自然が元に戻そうとする力が上に働きですね、かっこ循環保存の法則、引き上げる力になる、かっこスカーリングなら前に。ってことはクロールの S 字には根拠があるってことですよね。しかも外側に書くとき、内側に入るときの手の角度もちゃんと意識してつけることが大事になる。水泳深すぎですね。ということで、まあこれ半分ぐらい多分私は理解できたんですけど、実際に私自身の、調べを発表していきます。はい、これ自分で書いた文字なので汚いですが、ぜひ見ていってください。はい、ってことで本日のテーマ、スカーリングはなぜ前に進むのか。まあ謎じゃないですか。横に動かしてるはずなのになぜ前に進むのか。はい、ということで1、そもそもスカーリングとは何ぞや、まあ、知らない方もいると思いますので説明していくと、右手左手それぞれで左右対称の8の字を描いていきます。はい、このイラスト、これ自分の中ではめっちゃ見やすいと思ったけど皆さんどうですかね。丸ポチ、この8の字が書いてある丸ポチがスタート位置です。でちっちゃく書いてある矢印、赤い矢印ですね、ちまちま書いてありますが、それが、手を動かす方向を表してます。左右対称に動かしていきますね。で、まあ、スタート位置から用意ドンで始めて、最初は下から上に向かって、両手とも8の字を書いて、帰ってくる時外側から内側にする時は下から上を通って8の字を描いていきます。はい、スカーリングとはなぜかこうすると前に進む泳ぎのことですね。あ、そうだ、手の動作的にはこういう動きなのですが、他の体は毛伸びの姿勢ですね。基本的にはキックは打たない、まあ、やり方としてはプルブイを挟んで手で左右対称の8の字を描いていきます。はい、その下に、これだけだと分かりにくいと思いますのでイメージとして書いてみました。はい、どういう姿勢っていうと言葉で言うの難しいんですけど、まあ、基本的には毛伸びの姿勢で浮いていただいて、スカーリングやる位置としては頭のちょっと上ぐらいかな。で、8の字を描きますね。はい、で、まあ、こんな感じ、溝の中で8の字を描く。はい、まあ、基本的には肘から下だけを動かしてやるものをスカーリングと言います。ご理解いただけましたでしょうか。
まあ本当はね、泳いでそれを映像化するのが早いんですけど、ちょっとそれが難しいので、今はこのイメージ図で、はい、ご満してください。はい、ということで次、じゃあなぜこの動きで前に進めるのか。はい、以前スカーリングの謎、私がもう全くわからなくて、見ていただいている皆さんに解決してって言った動画があるんですけど、その時、皆さんに多く言われたのが揚力じゃないのって言われました。はい、では揚力とは何でしょうかというもので、ウィキペディアから引用したものがこちらです。物体の進行方向や流れが物体に向かう方向に対して垂直に働く力。まあおそらく文字だけで言われても何言ってるかはわからないですね。はい、ということでそれをわかりやすくまた図にしてみました。図？絵にしてみました。それが、こちらになります。じゃん。はい、これは私自身はめっちゃ分かりやすいと思って書きましたが、皆さんいかがでしょうか。はい、水泳っていうのは例えば手を前から後ろに書いただけでこれだけの力が発生しています。一番わかりやすいものから一つずつ説明していきます。まず、オレンジ色の推進力ご覧ください。あ、そうだ。この絵の一番支点になってる場所に手があると思ってください。はい、ちょっと、書き忘れたっていうか、それがイメージされた方がわかりやすいかなって感じですね。はい。で、推進力っていうのは進みたい方向に押してくれる力。わかりやすく言うと手を前から後ろに書くと体は前に進みますね。はい、その前に進む力のことを推進力と言います。はい、続いて2つ目青の線の抵抗力ですね。手を押す方向もしくは反発する力。はい、先ほど言ったみたいに手を前から後ろに押すと水って少なからず重くなるじゃないですか。その重くなったものを抵抗力と言います。はい、なんで重いかって言ったら反発してるから重いわけであって、抵抗力があるからこそ推進力が生まれるというわけですね。続いて揚力。はい、皆さんがおっしゃっていた揚力です。これは浮かせてくれる力ですね。はい、その通りなんですよね。また後で説明します。はい、そして最後に合力、多分この呼び方で合ってますが、合力というのは抵抗力と揚力が合わさった力のことです。はい、これは正直あんまり水泳には使わないかなと思うのでそこまで説明はしませんが、一応こういう力も発生しますということだけふーんと思っていてください。はい、ということで揚力なんですけど、さあこれはスカーリングに関係あるのかなという疑問ですね。ということでもう少し分かりやすく絵にしてみました。じゃーん、もうめっちゃ分かりやすくないですか。はい、ご覧の通り手です。これは右手ですね。右手を指先側から見たものです。はい、で一応スカーリングの動きの中の一つということで親指側に手を動かす時の、それぞれの力はどう働いているのかまとめました。はい、ではそれぞれ見ていきましょう。まず下、一番下ですね、
黄色で45度と書かれていますが、水泳ってすごい何回も何回も45度って言われるんですよ。でそれは何でかっていうと、水面に対して手を45度にして書くと一番速くなると言われている角度が45度になります。はい、なのでまあ一応スカーリングの時も45度は使います。はい、なので一応書いときました。はい、ではそれぞれ力がどう働いているのかということですが、まず分かりやすいもので言うと、抵抗力ですね。どこに対して手の力を使っているのか、スカーリングやるときに力をかける方向はどっちかということですが、おそらく真横にはかかってないんですよ。スカーリングっていうのはちょっと横でもちょっと下に力がかかっています。はい、ということで抵抗力は青の線ですね。青の線、このようにちょっと斜め下に向かって力をかけています。ということはその反対、推進力っていうのは抵抗力と真反対に力がかかっています。はい、片手で表すとなるとこのように推進力は働いているので、本来だったらこっちの方向に進むという意味です。はい、そして、推進力、抵抗力が分かったら、次は揚力は2つの力に対して垂直にかかってくるので、揚力は上に働いてくるということですね。はい、まあそしてあまりいらないけど語力というのは紫の線ですね。こんな風にかかっています。はい、まあここも片手だけなのでそんなに深く考えず、なるほどなと思っていてください。まあ一番分かっていただきたいのは抵抗力がそこにかかっているよということだけですね。すごい噛みましたが、まあ、抵抗力だけ分かっていてください。はい、ということでそれをもっと分かりやすくしてみました。はい、それぞれ左右の手にかかる4つの力を絵に描いてみました。これはスカーリングでいう内側から外側に向けて描く時の動作を表しています。はい、まあ細かく見ると、まあ、抵抗力はなんていうんだろうな、外側ですね外側の、まあ、やや下にかかってますね。はい、でその反対、推進力は、まあ、自分の方に向かってかかってる。で揚力は斜め上で、合力は真横にかかっている。はい、ここで、皆さん思っていただきたいのが推進力ですね。今回の動画のテーマはなぜスカーリングの動きで前に進むかということです。はい、で先ほど一番最初ですね、皆さんは揚力なんじゃないかなとおっしゃっていましたが、私の考えだと揚力イコールスカーリングではないんじゃないかなという考えになりました。揚力はあくまで浮く力なんですよ。で浮いてるけど、確かに、まあ、スカーリングをやることで浮くことはできるけど、それが前に進むっていう意味にはならないんですよ。そう、今回のテーマはなぜ前に進むかということなので、もうひたすらそれを追求し続けます。はい、ということで、じゃあなぜ前に進むのかですね。はい、その下に書かれているクエスチョン、一生この人前進まんじゃん。はい、ご覧の通り自分に推進力が向かっているだけなので、これじゃ進まない。じゃあなんで進むのっていう話になります。
そこで今度は高校数学に行きます。皆さんベクトルって覚えていますでしょうか。まあ、あの何かの文字の上に矢印が書いてあるものをベクトルと言います。はい、皆さん必ず通ってきた道だと思います。はい、で推進力、先ほど自分に向かって出た推進力をもっと伸ばしていくと重なります。重なって、じゃあ重なってどうなるのかっていうと、ベクトルが合わさります。じゃあ合わさるとどうなるかっていうと、その中心に、その中心に、その真ん中の方向に向かって今度はベクトルが、新しいベクトルが生まれます。めっちゃ説明下手かもしれないけど、まあ、あの2つの間を通って新しい1本のベクトルが生まれるというわけですね。まあ、ベクトルはあの簡単に言うと方向です。はい、2つの別の方向が、合わさると真ん中に行くということですね。はい、ということで次の疑問、はい、下に書いてある、クエスチョン、はこいつ上に進むんか。はい、だってこのベクトルたちって頭に向かってあったじゃないですか。で今度新しくできたベクトルって頭の上に向かっていくベクトルなんですけど、まあそうすると、え、じゃあおかしくねってなるんですよね。はい、ということでそれを次に説明していきます。はい、もうこれであの最後なので皆さん頑張ってください。はい、これでアンサー、スカーリングの時の手は進行方向とは逆の向きに少しだけ手のひらを向ける。はい、ここが今までの説明から省かれていたんですよ。まあ、あのあえてなんですけど、スカーリングってさっき45度とか言いましたが、45度プラス軽く自分の体の方に手のひらを向けてるんですよ。ってなると推進力はちょっと前に向きます。それぞれの推進力がちょっと前に向いたことによって合わさった新たなまた噛んじゃった、新たなベクトルっていうのは前に向かっていきます。これがスカーリングで前に進む秘密だと私は考えました。はい、まあね、あの推進力と推進力が合わさって新たな推進力を生むということですね。はい、以上が私のスカーリングになります。はい、まあ私の頭で考えたものなので抜けてることは多々あると思います。まあ、そもそもが違うかもしれませんが、ぜひ皆さんの考えをまたこのコメント欄で聞かせていただけたら嬉しいです。私の頭からひねり出したスカーリングは以上になります。はい、ということで皆さんお付き合いいただきありがとうございました。以上、ご清聴ありがとうございました。はい、まあ、また何かスカーリング以外でもイラストにして説明してほしいものがあったら、ぜひコメント欄に書いてください。こんな汚い字とイラストですが頑張って説明しますので、はい、何でも書いてください。ということで今日の動画は以上です。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。